バジリスクは中世後期に使われた非常に重い青銅性の大砲。バジリスク砲の方針の重量は最大4000ポンドで、口径は最大5インチ。平均して方針長は10フィートほどだったが、エリザベス女王のポケットピストルのようにそのほぼ3倍の長さのものもあった。バジリスクの名前は伝説の生物バジリスクに由来する。それは、 大規模な破壊を引き起こし、一目見ただけで犠牲者を殺すことができる火を吹く毒のある蛇である。確かにその威力は敵を死ぬほど怖がらせるのにであるものだっただろう。1588年、スペイン無敵艦隊はイングランド侵攻に際してエリザベス一世に忠実な町を攻撃するために多くのバジリスク砲を備えていた。これらの大砲の多くはスペインへの帰路で、 多数の船が遭難して失われた。バシリスク法は大きすぎるため、16世紀後半に軽量で正確な大砲を好んだヨーロッパの将軍の支持を失った。末期の例としては、1607年にオランダで作られたマルタ法があり、その同時代の多くの法と同様に、ナポレオン戦争中に砲車が取り付けられた。エリザベス女王のポケットピストルとして知られている。 イングランドの大型バジリスクロンドン島のマルガホー、NPS インタプリティブシリーズ、アーティレリー、スルーザエージズ。2007年7月5日時点のオリジナルよりアーカイブ。2015年8月20日閲覧。メディバルグロッサリバジリスク。shadowedrealm.com。2015年8月20日閲覧。メディバルウェスチリー、バジリスク。 ベスチリー、サ、二千十五年八月20日閲覧。ヒストリーオブザ・スコッツ・グレイズ。regimental-art.com、e、d。二千十五年四月十七日時点のオリジナルより、アーカイブ。二千十五年八月20日閲覧。マノシー、AC、アーティレリー・スルーザ・エージズ、エショートイラストレーテッド・ヒストリー・オブ・カノン。 エンファスイシングタイプスユーストインアメリカ、ジアネパブリッシングカンパニー、P36、ISBN 9兆7807億8810万7450、https コロンスラッシュスラッシュブックス .google.co.uk スラッシュブックス、ID= イコールユープサクレーブジックピコグラム =PA362015 年8月20日、閲覧。 バジリスクウェポン BRITANNICA.comBRITANNICA.com2015 年8月20日閲覧アーカイブドコピー2011年7月27日時点のオリジナルよりアーカイブ2008年10月18日閲覧ありがとうございます